和6年、東海恵比寿祭り並びに魚霊供養の神事を執り行います。祭主一杯、宮司に合わせてご一礼ください。出発。お願いいたします。ご提供ください。お待ちください。点線。祝詞と奏上。
売りと想像中は提供ください。
最終玉串奉天代表参列者玉串奉天大分県漁業協同組合佐賀月地区漁業運営委員長津川直樹殿浜市代表恵比寿庄司殿竹網代表渡辺雄吉殿漁業管理委員長姫野啓司殿仲買林代表有限会社富士見水産代表取締役社長姫野徹殿鉄線最終一杯宮司に合わせてご一礼ください
以上で神事を終了いたします。続きまして菅委員長より伝統の挨拶をお願いいたします。まずは1日に起きました能登半島地震でお亡くなりになられた方々に、ご冥福をお祈りするとともに、被災に遭われた方々には心より、お見舞い申し上げます。一刻も早く復旧復興が叶うことを願っております。またこの、震災における、被害状況ですけれども日を増すごとに大きな爪痕が出てきております。特に沿岸側では隆起して我々の仲間である漁民の家庭となる港が壊滅状態となっているとお聞きしました。こういった漁業者が困っている中で大分県漁協としては特に佐賀関としては支援をしたいと思っておりますが、先日中根組合長が挨拶に見えられた時には全漁連と足並みを揃えて大分県漁協も支援をしていくというふうな話をしておりましたので、佐賀関支店としても足並みを揃え、協力していきたいと思いますので、皆さんも多分、募金での支援だとなると思いますけれどもよろしくお願いいたします。改めまして、新年おめでとうございます。佐賀関においては今年度6年度は役員の改選と、連絡員さんの入れ替わりがございます。何分やはりコロナ明けまだ紛争が続く中で物価の高騰と、漁家になかなか反映できない面もありますけれども、なんとかコロナ以前の漁家になるよう、今船長はじめ職員も頑張っておりますのでどうか漁師の皆さんもご理解とご協力をお願いいたします。結びになりますけれども組合員の、健康と大漁をご祈念いたしまして簡単でございますけれども年頭の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。